はい、ユーデックスです。さあ、先日ですね、我が家にあるシダ植物の、ね、紹介をさせていただきました。その時ですね、新種をね紹介をさせていただいたんですけど、今回はね、そのシダ植物の管理の仕方ですね、またそのお水やりですね、お水やりの仕方など、また置き場所とかをですね、そういった管理のねお話をさせていただきたいと思っています。なのでね、これからまた、お外で、移動していきます。それではスタート。はい、ということでね、お外へ移動してきました。で、ここからはね、まずですね、シダ植物の置き場所についてね、お話をさせていただきます。今ね、皆さんに見ていただいているこちらのね、赤いところなんですけど、これ方角的に言うとね、東側になります。なので、朝日が、ね、昇って朝日を浴びているという状態になります。で、ここでですね、皆さん見ていただいて分かると思うんですけど、ヨシズがね、あります。ヨシズです。このヨシズで、ね、遮光をして、はい、こういった感じでね、シダ植物たちの板付けを置いてあるという感じです。この下のところにですね、はい、この下ですねに、鉢栽培してあるものを置いてあります。で、ヨシズなので実際にね、こうやって中に入ると分かりますが、はい、こういった感じでね、もうね、結構遮光率的にはね、もうかなり高いです。 70% から 80% くらいですね。で、我が家のね、この位置は、実際にね、朝もうね、現在だともうね7時ぐらいには日がしっかり昇っていて、でね、もう正午、12時頃にはもうね太陽が、直射にこう当たらないので、12時以降はもうね日陰にある状態にあります。はい、でね、実際シダ植物、こういったね板付けタイプなんですけど、こういった感じでね、水苔で、ね、テグス糸でこういった感じでね板付けをしているわけなんですが、まあね、もうね、シダ植物、ビカクシダなどを育てている方よくご存知だと思うんですけど、こうね、触るとね、水苔っていうのはすごくカリカリになります。なので、このカリカリになったタイミングでお水をあげるということになるんですが、我が家でね、もうね、カリカリになるちょっと直前、まだちょっと湿ってるなっていうぐらいにあげてます。はい、でもね、比較的ね、こういった着生植物の、ね、カリネと呼ばれる部分はですね、そんな簡単にね、根腐れは起こさないので、まあね、少し、この水苔の、枯れる、少しね、乾く直前に、ね、お水をあげるという形になっています。まあ、こういった感じでね、それぞれドリナリアとかですね、アガラオモルファーとか、こういったビカクシダ系はそういった感じのタイミングでお水をあげています。でね、まあ、遮光しているってことなのですが、まあ、今ね、こんな感じでちょっと茶色くなっているところはね、ちょっとね、春先に、ね、室内管理からお外管理に切り替わった時に、ちょっとね、やはり同じ遮光をしててもね、やはりちょっとまだ太陽には慣れてなくて、こういった感じでね、ちょっと焼けてるんですが、まあ、時期にね、少しずつ少しずつね、太陽にも慣れていってっていう感じになっています。はい。なのでね、やはりね、シダ植物とかこういったね、植物とかこういった胞子葉とかは、ね、直射日光はね、ちょっと弱いので、ちょっと遮光したところの管理をしてあげるといいかなと思っています。はい。で、鉢栽培においてなんですけど、もうね、鉢栽培しているシダは、特にね、こういう龍瓶台とかは、もうね、僕は年間を通してほぼ毎日あげてます。特に春から秋はもう毎日あげてます。で、冬場でもですね、室内で育ててるんですけど、冬場でももうね、必ずね、5日から1週間以内には1回必ず、もうジャブジャブとあげているという状態になります。はい、やはりシダなのでね、お水が大好きで湿度も大好きなので、特にね、お水をあげて、その後ね、霧吹きなどでミストをしてね、空気循環、空気湿度を上げてあげるということもしています。はい、同じようにね、こういった剣沿いとか、こういったタイプもね、お水やりは春先からね、ずっと毎日あげているという状態です。はい、またね、本当に根腐れをしないというこのね、心配が全くないので、なので、もうお水をジャブジャブあげてもね、全く問題がないので、特にね、ちょっとお水やりが悩んでいる方とか、多肉系のね、お水やりがちょっと難しいなと思っている方はね、こういったシダ植物とかもね、ぜひね、育ててみてほしいと思っています。はい、ということでね、今回ね、我が家にあるシダ植物の置き場所とかね、お水やりとかですね、また春先に向けてのね、管理の仕方をね、少し簡単にお話をさせていただきました。
我が家にはね、その板付けタイプね、ビカクシダとかドリナリアとかですね、また鉢栽培をしている、そういったシダ系の植物をね、2つのパターンで育てているんですけど、どちらもね、お水が本当に大好きなので、もうね、春先からはね、本当にね、もうジャブ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 お水をあげてもね、根腐れはね、本当にしないと、自負しています。本当にね、それぐらい本当にお水がどんどん大好きで、お水を本当どんどん吸収してくれますし、で本当にね、成長スピードが本当に速いです。特に、多肉植物ですね、そういうサボテンとか本当にね、成長がゆっくりのサイクルの植物を育てている方には本当にちょっと驚きかと思うんですけど、もうね、本当にお水が本当に大好き、お水をどんどん吸収してくれるので、でその分ね、すごく、成長速度も速いです。なので、どんどんね、その1年だけでも、このね、成長具合、葉っぱが何枚も展開したりとか、大きさ自体もね、ちょっと一回り大きくなったりとか、本当にね、成長自体も楽しめますし、またね、その栽培もね、本当にお水をあげるサイクルとかも多いので、こう毎日のね、ルーティーンというか、そういったね、日常の楽しみができるので、ぜひね、シダ植物もね、育ててみてほしいなと思っています。はい、今回もね、この動画が良かったなと思った方はチャンネル登録と、そしてグッドボタンの方よろしくお願いいたします。それではね、またお会いしましょう。